はい、お店の塩田です。その店一般的には知られてない体の秘密や可能性に楽しく紹介されたかと思っております。はい、本日のテーマなんですけども、横隔膜を緩めて足を速くする方法についてですね、紹介していきたいと思っております。横隔膜ってね、呼吸で使う膜ですね。肋骨の中に入ってて、こう呼吸でこう上がったり下がったりする、まあ横隔膜って言ってるんですけども、実際にはまあ筋肉ですね。焼肉とかでね、ハラミとかあるやつ、ハラミってある、まあ横隔膜のやつね、見てもらって分かるみたいに、赤身のね、すごい質のいい筋肉で、まあ言ったら膜っていう名前ついてますけども、結構しっかりした筋肉になっております。でこの筋肉はですね、すごく緊張してしまって硬くなっちゃうと足が遅くなりますし、緩んでくると足が速くなってくるっていうメカニズムが実はあります。まあ、その内容ね、なんでそんなことが起こるのかっていうのを前半ねちょっとこちらで紹介させていただいて、後半ね実際にじゃあ横隔膜を緩める練習ですね、紹介していけたらと思っていますので、最後まで見ていただければと思っております。では始めていきます。はい、ではやっていきます。横隔膜を緩めて足を速くする方法ですね、やっていきます。じゃあなんで横隔膜がですね硬くなったら足が遅くなって、横隔膜が柔らかくなると足が速くなるのか、そこをチェックしていきたいと思います。でまずですね、大前提のところが実はありまして、まあうちの動画で、ね、何回も紹介させてもらってるんですけども、足が速くなるっていうのはですね、まあ、基本的にはインナーマッスルが連動して動いている時の状態を言います。まあ、特にもも裏、ハムストリングス、まあ、内転筋で大腰筋で、まあ、腕で言うと前鋸筋ですね。逆に足が遅くなる人はどうなってるかというと、だいたいももの前、大腿四頭筋に力が入ったりとか、ふくらはぎに力が入ったりとか、あと肩の上に力が入ったりとかですね。で体幹はだいたい固まってるだけで、ほとんどバネにも寄与してないってことが、まあ、ほとんどだったりします。なので、速く走るためには、まあ、そもそもこのインナーを使う必要があるわけですね。まあ、この辺の詳しい話はですね、まあ、以前の動画で紹介させてもらってますので、まあ、再生リストとかでね、走るのところをまとめてますので、そちらの方ね、うちのチャンネルのトップからまた見ていただければと思うんですけども、まあ、その、ベースはですね、このインナーですね、この大腰筋、ハムストリングス、内転筋、前鋸筋、この辺をしっかりと連動させて使えるようにするっていうのが、まあ、そもそもの、課題なポイントになってきます。でですね、それに非常に影響するのが、この今回紹介させてもらう横隔膜なんですね。で横隔膜っていうのは、まあこう、下に下がってるときはね、こう収縮すると下がってくるんですよ。緩むと上に上がってくる。まあ、これによって呼吸してるわけなんですね。上下に動いて呼吸しております。そしてそれに伴って、実は内臓もですね、実は横隔膜が下がると内臓も下に下がって、上がると内臓も上がるというふうに、まあこういうふうに内臓も実は動いてたりします。ただですね、これ横隔膜が固まってしまった場合ですね、ガチッと固まって、これ実は動いてるんですよ。動いてるんですけど、動きの幅がめちゃちっちゃくなってですね、例えばこれぐらいしか動いてないとか、まあ、もっと動いてないですかね。もっと動いてない人はもっと動いてなかったりします。とか、前は動いてるけど、後ろは全然動いてないとか。まあ、そういうふうに、とにかく動きが悪くなる場合ですね。固まってしまって動きが悪くなる。まあ、イメージしにくいという人はですね、まあ、どこでもいいんですけど、例えばまあ太ももの筋肉がガチガチに疲労して固まってしまうと動きにくくなるのと同じような文字ですね。筋肉なので、横隔膜も硬くなってくると動きにくくなります。で動きにくくなると、基本的にはこう上がりにくくなってきて、下の方に固まってしまうんですね。そうなるとですね、内臓はガンって押し下げられたところで固まっちゃうんですね。本当は呼吸によって上がったり下がったりするものが、下の方に止まって固まってしまいます。で、こうなるとですね、実はここにある大腰筋がまず一番に使いづらくなります。大腰筋ってね、内臓の後ろ側を取ってる筋肉なので、内臓がね、負担かかってくると、もうあっという間に働くのやめちゃうんですね。で、こうなると、大腰筋働かなくなる。しかも、股関節への圧がかまって、股関節の細分化が落ちます。股関節前も緊張して、股関節の感覚も悪くなります。で、こうなってくると、もう、もも裏、ハムストリングスも効かなくなって、もも前に入ってしまうと。要は、膝中心で走るような感じなんですね。股関節中心で走れなくなるので、膝中心で走って、もも前に入って、もも前に入るから、接地で崩れたりとか、ブレーキかかったりとか、まあ、要は、スピードがいかない、回らないし、バネも出ないみたいな感じになってきます。で、ここが問題ですね。もう一個ですね、こっちです。実は横隔膜固まると、肋骨が横に開がってしまって、まあ、ちょっとこの書き方がちょっと悪いんですけども、まあ、ちょっと表現の仕方が下手くそなんですが、まあ、肋骨が固まるんですね。横隔膜が固まると、その底にある肋骨も固まっちゃって、肋骨の上に乗っかってる肩甲骨もちょっと上に上がってくるんですね。まあ、巻き肩みたいな、怒り肩巻き肩みたいな感じになっちゃいます。まあ、そうなると、今度僧帽筋ですね、肩の上にあるアウターががっちり収縮しちゃって、こうなると脇のね、本当に使いたいこの前鋸筋、脇の筋肉がすっぽり抜けて、この腕振りが全くスピードに活かせなくなるところがですね、マイナスに働き出します。こうなっちゃうんですね。なので、横隔膜が固まると内臓が下がって、股関節周囲が使いにくくなるし、大腰筋使いにくくなる、しかも肋骨固まって肩甲骨使いにくくなるみたいなことが起こるんですよ。
逆に横隔膜が柔らかくなると横隔膜が上がって内臓も上がって大腰筋効き出す、股関節使いやすくなる、でハムストリングス使えるようになる、で肩でいうと肋骨が柔らかくなるので肩甲骨が、肩が落ちてきて肩甲骨柔らかくなって、前面に使えるようになる。でそうなるとインナーがつながってバネが出たりとか足の回転が速くなったりってことが起こるっていうようなメカニズムになってます。なのでですね、あなたがですね、速く走りたい、バネのある方になりたいと思ったらですね、横隔膜、この固まってる横隔膜を柔らかくするっていう必要があります。はい、ということですね。そしたら実際に横隔膜を緩めるケアですね、実践していきたいと思います。実践していきたいと思います。まずね、実施前のチェックやっていきます。でまず肩ですね、肩の、まあ、どれぐらいリラックスできてるかですね、まあ、腕とか振ってもらった時に、ちゃんと脇が効くかどうかですね、肩が上がって、僧帽筋に入ったりとかね、背中に入ってしまう人はちょっとアウトになったので、これが実施の後に肩が落ちて、脇が効きやすくなれば OK ですね。で、あとはですね、股関節ですね、股関節もも上げとかしてもらって、太ももね、前、この太ももの前でこう上げてる感じがあったりとか、あとは体重の差の時にこう外にこうずれる感じですね。こういう感じが出てる人はちょっとアウトになってます。股関節上がってる感じがあって、しかも軸が、ね、真ん中にある感じの人は、まあ、いないよりですね。まあ、こっちになればいいなと思ってください。ちょっとね、太ももにこう入ってる人が、実施した後にこう内側に上がる感じが出ればいいなと思ってます。まあ、あとはね、軽くこう、その場で弾んでもらったりとか、まあ、なんかね、競技のこと、まあ、ステップ切ってもらったりとか、まあ、なんかボクシングとか、なんでもいいんですけど、自分の競技の動きとかちょっとやってもらって、肩の動かしやすさもちょっと確認してみてください。で、あとね、今はわかりにくいと思うんですけど、お腹の位置ですね。内臓が多分横隔膜やった後上がるので、今のね、お腹大体この辺にあるなーっていう感覚、この辺に重みがあるなーとか、いう感覚もなんとなくね、感じてみてください。これも分かんないけど、やった後に上がってれば OK っていう形になります。はい。ではですね、やっていきますね。で、まず、やり方としては、まずね、第一段階、横隔膜を動かしていきます。で、まず、シンプルなね、腹式呼吸ですね。鼻から吸って、口から吐く。っていうだけなんですけども、この時に、ちゃんと前後に、ね、空気が入るようにしてください。どうしても、ね、横隔膜が硬い人っていうのはですね、お腹に空気が入らないで、まあ、肩にこうで、肩が上がっちゃったりとか、あとはよくあるのはですね、前側は動くけど後ろ側が動かない人はですね、でこう背中を反るような感じで、ね、前はこう広げるけど、後ろは縮めちゃうみたいな、いう感じになってしまったりしますので、体はこう前に行ったりしたりしないで、真ん中に座ってもらって、息をでこう前後に入れる感じで、鼻から吸って、口から吐きます。っていう形で両方とも動くかどうかをチェックしてください。もちろんね、この練習だけしててもらってもそこそこ横隔膜が動いてくるんですけども、結構これだけでやるとね、結構辛かったりとかもしますので、まあ今の確認だけね、してもらって、もう一個練習を合わせてやっていきます。で、もう一個やるのが、寝返りですね。肋骨を使った、寝返りです。この肋骨面ですね、肋骨面、二層落ちのラインに沿って横隔膜がありますので、そこのラインをゆっくりね、ゴロ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 、こうやって転がしていきます。こんな感じですね。こんな感じで転がしていきます。で、一つポイントはですね、この当たってる場所ですね。当たってる場所で、地面の下、深いところ、まあ1メーターぐらい下のところにですね、なんかビー玉ぐらいの大きさのですね、玉をイメージしていただいて、そこに乗っていくようなイメージで、ゴロ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 転がします。よくないのは、この上でね、なんだこうやってゴロンって、こんなんだこうやってゴロンゴロンって転がっちゃう。こうなっちゃうと、なかなか緩んできませんので、この当たってるところで、地面の下、1メーターぐらいの下のところにあるビー玉に乗っていくようなイメージで乗っていきます。ゴロゴロ。こんな感じですね。こんな感じで丁寧にやってます。で、まあ、丁寧にやるとですね、わかると思うんですが、なんだか肋骨の固まってる場所とかでですね、なんかこう行くと、あ、ここなんか引っかかる感とかするなとか。あ、なんかここ、肋骨ゴツゴツしてるなと。あ、ここはゴツゴツしてるなと。逆にこっちは丸いなとか、まあ、そういった差が出てくると思います。そのゴツゴツしてるところに問題がありますので、ゆっくり転がして、あ、なんかここ当たってるなと思ったら、その辺はちょっとゆっくり慎重に行ってもらっていいです。慎重にゆっくりゆっくりそこに体重乗せながら行きます。で、その引っかかっているなとか、そこを慎重に行きます。まあ、何にも考えないでやるとですね、大体その引っかかっているところを飛ばして、ビュンって行っちゃいます。で、丸いところは、柔らかいところは行くけど、硬いところは嫌なんで、ピューンって飛ばしちゃったりとかするので、気をつけてください。で、もう一個ね、あるのが、この、下側でね、乗っていきたいんですけども、寝返りするときにね、こっちの手足でね、こうやって蹴って、こうやって寝返ってきちゃったりとか、手を、こうやって持ってきて寝返っちゃったりすると、こっちね、こっちの圧がね、ここで寝返りすることができなくなっちゃいますので、しっかりね、こっち側は、もう脱力ですね、できるだけ脱力して、基本この当たってるところですね、下側で当たってるところを中心にゆっくりと寝返るようにしてください。これを左右ですね、ゴロ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 こう繰り返していくという形になっていきます。こんな感じですね。ぐる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 。
転がっていきます。そうです、そうです。である程度ゴロゴロ転がったら、先ほどと同じように、腰座ってもらって、呼吸ですね、後ろにも呼吸が入るかチェックします。で、後ろ側が、あ、なんかちょっと広がってきた感じがあれば、うまくできてます。で、まだなんか引っかかりにくいなとか動きにくいなって人は、もう一パターン、もう一セットぐらいですね、ゴロゴロゴロしてみてください。で、まあ、時間なんですけども、結構硬い人はね、もう結構長いことやっていただいてもいいかなと思います。もう15分ぐらいですかね。1分とかだとちょっと少ないかなと思います。最低5分ぐらいですね。で、長ければまあ15分ぐらい、ゴロ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 、地震感じながらね、ずーっと動いてもらう。地面の中心を感じながらね、ゴロ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 動いてもらう。で、動いてると、ちょっとずつね、その、ゴツゴツしてるところとかもなくなってきます。あ、なんか丸くなってきたとか、あ、なんかさっきより丸やすくなってきたみたいな感じが出てくれば、うまくできてますので、で、またもう一回座ってみて、チェックですね。で、あ、広がりになってきたわ、みたいな感じになってくれば OK です。で、OK って形になりますね。なんで、最初に、こう、肩が、例えばこう、こういう息を吸い方してた人が、肩がちょっと落ちて、肩に上がらなくなって、あ、肩いらなくても呼吸できるようになってきたとか、最初、こう、前しか入れなかった人が、前にこうやって、座らなくても、後ろにも入るようになってきたとか、もともと後ろに入っている人は、もっと深く、もっと深く全体に入るようになったとか、まあ、そういうふうにね、うまくなっていっていければ、いいかなと思います。で、終わったら立ってもらって、で、最後チェックですね。肩ですね。さっきよりも肩がこう、ストーンと落ちてる感じがあるか、腕振った時に、さっきのこの肩の上じゃなくて、ちょっと脇で振れてる感じが出てきてるかどうか、で、足ですね。足上げた時に、こう、もも前でこうやって上げて、軸がこう、外にこう、ぶれちゃう感じから、こう、内側でね、上がって、支えてる側も、こう、内側の軸で支えるようになってるかどうか、チェックしてください。で、内臓ですね。お腹の位置が、あ、なんとなくさっきよりも上に上がったような、さっきお腹ここにあったのに、なんか全体的にこの辺に来たなとか、ここにあった人がこの辺に来たなとか、なんか全体的にお腹になったな、みたいな感じがあれば、OK ですね。で、また、ちょっと体を軽くしまったりとかして、体のバネ感とかチェックしてやってもらうといいかなと思います。あ、動きやすくなった。あ、バネが作りやすくなった。あ、肩が動きやすくなった、動きやすくなった。動きやすくなった、動きやすくなった、みたいな感じがあれば、OK ですね。まあ、いろいろ自分の競技ね、いろいろ試してもらって、あ、柔らかくなったな、みたいな。あ、動きやすくなってるわ、みたいな感じがあれば、うまくできております。はい。まあ、結構ね、音楽マーク固まってる人多いのでね、ぜひともね、ケアしていただければと思います。で、どうしてもね、このケアだけでなかなか良くならないって人はですね、そもそもね、背骨硬いとか、もっとね、他に硬いところがいっぱいあったりする方もいますので、その方はですね、一応動画で紹介させてもらう大泳ぎのスタートセットで一番基本のセットありますのでね、そちらの方を、まあちょっとまず15分ぐらい、しっかりやり込む、もうちょっとですね、30分ぐらい、やり込んでもらって、その後でもう一回音楽マークのケアね、やってもらうと、効果感じやすくなると思いますので、ぜひともね、やっていただければと思います。で、毎回ね、言ってるんですけども、まあちょっとケアするともちろんこうやってピッて良くなります。ただですね、そこよりももっと良くなると、もっとやればもっと良くなります。もっとやればもっと良くなるって形なので、やればやるほど良くなりますので、ね、まあ一回やってちょっと良くなったら OK とかじゃなくてですね、しっかりと継続して深めていただくと、本当にあなたのパフォーマンスをもう劇的に変える可能性ありますので、横隔膜で結構変わりますので、しっかりとやり込んでいただければと思っております。なかなかね、すぐ簡単な願いなんでね、すぐ諦めちゃってやめちゃう人とか多いと思うんですけどね、それを信じてやれる人は、ね、多分グッとね、他の人はやめちゃうと思うので、続けれる人はね、グッと伸びていきますので、まあ、その、少数のところにぜひ入っていただければと思っております。はい、ということでね、今回はこれで入院させていただこうと思っております。ゆるむ整体院ですね、Twitter、Instagram もやってますので、そちらもですね、YouTube で出してない動画とかですね、コンテンツ出してますので、またそちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。で、もっとですね、YouTube でも詳しい内容が知りたい、もっと深めたい内容を知りたいという方はですね、オンラインスクールの方ですね、そちらの方ですね、もうちょっとレベルの高い話ですね、もうちょっとマニアックな話を、させてもらってますので、興味のある方はですね、また概要欄の方からまた覗いていただければと思います。で、もっとね、自分をこう個人的にレベルアップしたい、もっとレベルアップしたいという方はですね、実際に、ね、まあ、イルム生態に来ていただければですね、実際にあなたの体の状態をチェックさせてもらって、何が問題かとかですね、実際に具体的に何をしていけばいいかとかですね、提案させてもらったりとか、具体的にトレーニングを精度に上げていくこと、どうしても動画見てるだけだと合ってるのかなとか、間違ってるのかなとか分からなかったりするんですけど、実はね、まあ、結構細かい要素いっぱいいろいろありますので、まあ、その辺で、ね、しっかりスキルを高めてもらう、お助けもできますので、またね、ぜひいらしていただければと思います。まあ、遠い方とかですね、なかなか来れないなという方はですね、またオンラインでのね、まあ、リモートでの整地とかトレーニングもやってますので、ね、そちらの方もですね、また見ていただければと思います。はい、ホームページに書いてますね。ぜひともまたいらしてください。はい、ということで今回はこれで以上させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。